んにちは。6月4日日曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階、豊島テレビエコミューゼタウンスタジオより生放送でお送りしています。さあ、6月4日は満月、ストロベリームーンの日だそうです。聞いているだけでハッピーになれそうな名前なんですが、ルーツはアメリカの先住民。季節を把握するために月ごとに満月に名前をつけていて、6月はイチゴの収穫期であることからストロベリームーンと名付けられました。今日は夜空に注目です。それではまずはじめに豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。本日はこちらの話題をお伝えします。はじめのニュースです。豊島区の保育園では、お近くの保育園をかかりつけの保育園として登録するマイ保育園を行っています。登録することで離乳食講習会、給食レシピの紹介、触れ合い遊び、保育士や看護師、調理員による子育てに関するご相談など、さまざまなイベントに参加することができます。登録方法はマイ保育園実施園の一覧からお近くの保育園を選び、保育園にご連絡をして登録申込書に必要事項をご記入ください。なお、登録できる園は1園です。登録料はかかりません。対象者は豊島区にお住まいの方で、ご出産を控えている方とそのパートナーや0歳から6歳までの未就園児のお子さんを在宅で子育てしている方です。子育てのコミュニティ拠点として保育園が子育てを応援します。ご希望の方はお気軽にお近くの保育園までご相談ください。続いてです。プラスチック資源回収の区民説明会開催のお知らせです。豊島区は SDGs 未来都市として2050年温室効果ガス排出量実質ゼロ実現に向け、2050豊島ゼロカーボン戦略を策定しており、その取り組みの一環としてプラスチック資源回収に取り組んでいます。令和5年4月から区内一部地域でモデル事業を実施しており、10月には区内全域での本格実施に移行します。区内全域での本格実施に向け、6月13日火曜日から8月26日土曜日にかけて、区内33カ所でプラスチック資源回収に関する区民説明会を開催します。詳しい日程や会場については区のホームページをご覧いただくか、6月5日月曜日より全校配布予定の広報豊島号外をご確認ください。皆様のご参加お待ちしております。続いてです。令和5年度の老齢基礎年金額についてのお知らせです。6月15日木曜日に4月分と5月分の国民年金、厚生年金が振り込まれる予定です。4月からの年金額変更率は生年月日により異なります。生年月日が昭和31年4月2日以降の方は、令和4年度から原則 2.2% 引き上げ、昭和31年4月1日以前の方は原則 1.9% 引き上げになります。このため老齢基礎年金、これは国民年金のことですが、満額受給されている方で生年月日が昭和31年4月2日以降の方は66,250円、昭和31年4月1日以前の方は66,050円になります。具体的な年金額については6月に日本年金機構から年金額改定通知書と年金振込通知書を発送しますので、そちらをご確認ください。続いてです。帯状疱疹ワクチン任意予防接種の一部公費助成開始のお知らせです。池袋保健所では令和5年6月より50歳以上の区民を対象に
帯状疱疹ワクチンの接種費用の一部助成を区内の指定医療機関で開始します。助成額は不活化ワクチン、生ワクチンのいずれかにおいて接種費用の半額程度です。接種を希望する方は接種するワクチンの種類を決めた上で豊島区に予診票を請求し、予診票が届きましたら各指定医療機関で接種してください。なお、不活化ワクチンは2回接種で予防効果が高く、免疫不全の方でも受けられます。生ワクチンは1回で済み、料金が安いことが特徴です。どちらのワクチンにするかは区のホームページや5月1日の広報豊島特集号もご参考ください。希望者の受付は令和5年5月1日より開始いたします。接種したいワクチンの種類を決めたら、申し込み専用ダイヤル03-4566-4116 までお電話ください。池袋保健所区役所本庁舎4階の保健所出張窓口、長崎健康相談所の窓口でも申請ができます。帯状疱疹は80歳までに3人に1人がかかると言われており、強い痛みを伴うことが多く、発症や症状の軽減にワクチンは効果的です。ぜひこの制度を利用して帯状疱疹を予防しましょう。続いてです。5月30日火曜日、豊島区は災害時要配慮者対策を推進するため、区内にある大正大学と共同研究に関する覚書を締結しました。大正大学との共同研究は、災害対策基本法に規定している個別避難計画について、実際に計画を作成・検証することで、区内全域に展開する際に必要な作成プロセスや体制を構築することが狙いです。豊島区では災害時の情報伝達漏れ、逃げ遅れ、救出漏れを防止するため、避難行動・要支援者一人一人に個別避難計画を作成することを計画しています。区内には4000名を超える避難行動・要支援者が暮らしており、実効性のある個別避難計画を作成していくことが急務となっていますが、今回防災や福祉に関して幅広い知見を有する大正大学から協力を得て、個別避難計画の作成プロセスや体制作りを研究していく運びとなりました。共同研究ではモデル地区を選定して、実際に個別避難計画を作成・検証していくとのことです。以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。さあ、本日はゲストに青島ひろしさんをお迎えして、オペラの楽しみ方を3回にわたって教えていただきたいと思います。今回はラストの回です。本日のゲストはこの方々です。はい、青島ひろしと申します。今日が最後でございます。隣に座っているのは、はい、松島です。よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、はい、ゲネプロと言われていることについてお話をしたいと思うんですが、松島さん、ゲネプロってどこの国の言葉だか分かります？ドイツ語ですか？はい、これね、ゲネラルプローベっていうドイツ語らしいです。はい、ゲネラルっていうのはおそらく、はい、総、一番優れたとかね、全部でとかっていう風な意味になるんですよね。はい、それからプローベっていうのは稽古のことを言うんです。だから最後の稽古なんですが、ここで力説しておきたいのは、はい、アマチュアの合唱団の方とか大学のオーケストラの方たちが間違えてこれを使っているんです。というのがですね、はい、その方たちに聞いてみると、うちはゲネプロが4回あるんですって言うんですけど、その4回は普通ないんですね。というのはゲネプロっていうのはそこの会場でやることを言いますよね。まずそうですね、はい、そして照明とかそれから衣装とかも全部つけた最後のお稽古で、何が違うのかというと、お客様が入ってないだけなんですよ。それだけですね、はい、それで、彼らが言うのは、ですね、広い会場を借りて、別の会場を借りて、一応投資稽古っていうんですけど、それをやることをゲネプロっていうふうに考えていらっしゃるみたい。これはおそらく
どこかでそういう間違えたあのなんて言いますか知識を得ちゃった方がいて、横に全部流れちゃったためだと思います。そしてですね、あのそういう場合普通は指揮者なんかの先生方っていうのはそこと仲いい方がやるんですが、時々そのものすごい偉いあの世界的な指揮者なんかをその日のために呼ぶことがあります。そしてその方に前は紙ではなくて口で言ってたんですね。それお互い手帳で書いてた。それでいついつがゲネプロですって言われて、あと本番ですって言われると、その先生はゲネプロの日っていうので稽古は終わると思うので、本番っていうのは本番は夜の6時ですっていうふうに言われたら6時少し前に入ってくるわけですよ。ああもう開演ギリギリに、はいはい、ですけど、実はそこはその舞台でもう一回やるんですっていうから、それがその人たちにとってはそれがゲネプロじゃないかっていうと、うちではこう言っていますって言うんですよ。なるほど、はい、それがすごく変なことなのね。だからこの際ちょっと改めた方がいいんじゃないかなっていうふうな気が私はしますが、はい、皆さんこちらご留意ください、はいはい、先生、それからまあもう一つ実はありましてね、はい、アンプってありますでしょ。楽譜を見ないで歌ったり見たりすること、それは言葉として使うんですが、アマチュアの方たちに民譜っていうのがあるんですよ。民譜、それはどういう字なのって聞いたら、明るい譜と書くっていうんです、それは楽譜を見ながら歌うことですっていうから、それに対するそういったような変な単語はない、民譜なんてないんですよ。それをそういう勝手な造語を作りになってしまってる合唱団がすごく多いんです、だから民譜はない、アンプはある、はいはい、ということを覚えておいてね、はい、それじゃあですね、はい、そのゲネプロ以前のことについてちょっとお話をしたいんですが、はい、会場を借りてからゲネプロまでの一貫していることを何て言いますか。まあ、仕込みって言いますね、いわゆる、はいはい、あの舞台の制作っていうか、もう山台を組んだり設営とか、はい、そういったものですね、はい、それではちょっとそのことについて順を追ってお話ししましょう、はい、まずいろんなものを運び込まないとならないわけです。でまず、照明器具を、搬入しなければならない、はい、実は会場にも照明っていうのはついてるんだよね。あ、ついてますね。でもついてるけど、それっていうのは大体の場合、明るくなったり暗くなったりっていう程度のことで、あんまり大したものはなくて、そうですね、色をつけるためにやっぱ照明家さんがあの搬入していただいて、はい、設営するので一旦舞台の上からあの釣り物を全部ダーって下げないといけないんですよ、はい、それを設営するのがまず一番最初です。危険なんですよね。だからそこのところで舞台の人が言い合うことはできない、はい、それから、私たちはお金がないので大道具っていうのは使わないんですが、大道具っていうのも搬入は大変でしょうね、おそらく。そうですね、多分中で組まないといけなくなって、だからバラバラに部品だけを運んできて中でその、その大道具さんが作るわけですよね、はい、それから、まあ、あとは、音響、これも必要で、これも 機材を持ってこなければならないということがあります。この搬入がまずとても大変ですね。それから今度は舞台の設営っていうのがあるわけですけども、まず幕に関することなんです。幕は3つありましてね、どんちょうっていうのは一番前にある幕で、これが大体なんていうか分厚いものですよね。そうですね、はい、まあ、どんちょうは持ち込みっていうよりも会場に大体ついてるものですかね。だから次のホリゾントっていうのは、これは本当は地平線とか水平線という意味なんですけども、これは後ろに白い色のそういう幕を下ろすことがあるのね。そうですね、はい、あの照明の光が目立つように、はいはい、例えばあのそれじゃない場合は普通反響板っていう茶色っぽいものがあるんですが、あれは音のためにあるもので、その茶色の色をしてるとそこのところに、例えば青をあの照明でやるとものすごい汚い色になっちゃうので、やっぱりそこの前に白いホリゾントを下ろさないと照明家さんは色をつけられない。せっかく用意した照明が入るために、はい、それから車幕っていうのはこれ大体あるものなんでしょうかね。車幕、そうですね、車幕ってあのステージの両脇にこう、まあ、いわゆる目隠しとしてあるもので、はい、それがないとあのステージ裏が見えてしまうので、ちょっとっていうような、なるほど、そういうものがあります。ちょっとすると違うこともあるんだけど、車幕っていうとあのなんていうか前に全部下ろしてね、かなんていうか霞んで 見せるというのも車幕って言いますよね。あ、そうですね、そういう使い方もありますね、はい、ね、あのまあ、私なんかは例えば向こうが別世界のようになっている場合には、前にそういう薄い膜を下ろして、そしてなんかあの世みたいに見せるという方法もあるので、そういう車幕というものもどこで使うかということは決めないとならないということはありますね、はい、そして、ね、今度は次なんです。舞台の上に高低を作るときに、山台というのと箱馬というので作らなければならないんです。これ箱馬っていうのはなんか小さいあの正方形みたいなものですよね。そうですね、はい、はい、でその上に山台をどんどん重ねていって、はい、階段みたいに作っていくことがある。そうですね、はい、それからあの、はい、次に今度は地面なんですけど、地がすりっていうのがあるんだよね。
あ、はいはいはい、これはやっぱり下が、なんていうか茶色いその床だったらまた色が変なになっちゃうし、ねはい、だからそこのところに、地がすりというものを敷くんです。白とか、それから灰色のものもありますね。それからそれをやっておくと危険でないんですよね。そうですね、舞台っていうのは皆さんガーって使ってるので、はい、それが何年も使ってると板が覆われてたりとかするので、はいはい、だから足に突き刺さっちゃったりするんで、これをやっとけばまず大丈夫です、バレエの場合はリノリウムっていうのを敷くんですよ。つまり踊ってなんか降りた時に足が痛くないようにっていうことなんでしょうね、はい、それから今度は上の方からなんですけど、雪が降るとか花が降るっていうところがあります。そんなこともありますね、はい、これは実は上がスノコっていうのに実はなっててね、そこの上のところに籠を置くんですよ、はい、そして、片側の方からそれを動かすことができる。そうすると上から雪やなんか降ってくるっていうのがあるんですが、本当に手でねやってらっしゃるんですね、はい、そうなんです、そういったようなこともこの段階では作っておかないといけない。それからあと、楽器が下にいる場合、オーケストラピットというのがあります、はい、このオーケストラピットというものを作らなければならない。今のアウルスポットがあればあるのよね。そうです、オーケストラピットがありますね。なので座席を取り外して運んで場所を作ってというようなこともしないと、はいはい、本当だったらもともとからあるところは座席なんてないんですけど、オーケストラピットを作るためには客席を減らさないとならないです、まあ、そんなことがあります。それでそのあとです、はい、まず舞台上では場当たりというのがまず、これはどういうものでしょうか。場当たり、これは出演者の方が、まあ、照明の位置で動かせないので、はい、出演者の方がそこにいていただくか、はい、照明を動かすかというのを確認をしたりとか、どこにいればいいかということです ね、 そ、 うですね。それから出はけの確認がありますね。出はけ、はい、これがですね、なかなかその両脇にないことがあるのね、人がね。だからそれはもう、天下、ね、早く来いっていうふうに舞台監督の人がそのどなったなんかすることになりますね。焦るシーンですよね。焦りますね、このところは、はいはい、それからあと照明合わせというのがあります、はい、これはさっきの場当たりと関係が出てくるんですが、誰にスポットを当てるのか、それから誰のところが上からのサスライトという中にこういうふうに倒れて、そこが、ちゃんと見えるかどうかということの確認をします、はい、全然覚えてない人に違うところに倒れられちゃって全然当たらないなんてこともありましたのでね。なるほど、これ大事な部分ですね。それからあと音響の調整というのがありましたね、はい、例えば、歌の声というのはだいたいすごく大きく歌うからいいんですけども、セリフになった時に声が小さい人がいる、でその人にはこの音響さんがそこのところだけレベルを上げないといけなかったですよね。そうですね、やっぱり歌声とセリフっていうのはやっぱり声の出し方が違うので、はい、まあ、セリフが聞こえなくっていうのが一番致命的なので、はい、そこだけ上げてもらったりとか、はいはい、それでその時に楽屋では何やってるのかというと、衣装合わせというか衣装を着ますね、まず、はい、まあ、これは、まあ、自分でやってもらうんですが、その時破れちゃったり、どこかがそのなんていうか縫ってなかったりとかっていうことがあると、その衣装さんはこうやって大変な思いをするわけですね。それから、メイク、メイクというのも一応個人でやるんですが、まあ、みんなでやることが多いかな、お互いに。そうですね、はい、メイクは、はいはい、それからあと小道具確認、これは、まあ、松島さんはよくやってくれることなんですけど、そのいっぱい置いとくのよね、使うものを、誰が使うっていうものを。そうですね、それを、まあ、長机にダーッと置いて、はい、何十個もありますので、はい、それがですね、この間の本番では持たないで突然出ちゃった人が大変だったんだよね。そういう時はどうするでしょうね、はい、そういう時にはね、もうしょうがないんですけど、はい、舞台監督が一つは何か の、 黒い服でいないふりをして持って行ってあげるというのは最悪の状態なんですが、あとはもうしょうがないので、もう舞台のようにあるものだけでやりますね。もうちょっとそこはなんともできない。そこもプロとして。だからそれが大丈夫なようにゲネプロをしとくんですよ。なるほど、はい、そしてですね、実はゲネプロが終わった後で、もう一つ、ハウプトプローベというのがあることはある。はい、このハウプトプローベというのは、半分の稽古という意味で、もうオーケストラを使わない。ピアノだけでやるんです。はい、こういうこともあることはあります、はい、オーケストラを借りるとお金が高い場合というのはあります、うん、はい、そしてその後、ゲネプロの後でダメ出し、小返し、それから会場の掃除というのがあります。ダメ出しは演出家の私がみんなを集めて、どこがダメだ、誰ださんもっとこう大きくってことを全部言って、小返しというのはじゃあここからここまでやり直しましょうということをやって、それで舞台の上なんかを全部掃除して、そして会場開演となります。でその時には表方といって入り口の人たちも大変で、受付を作ったりプログラムを渡したり、それからお危険っていうのをお金をもらうか
ろうか決めたり、そしてそれからあと会場 の, その案内もしなければいけない、こういうことが全部あって本番を迎えるということがあります、はいはい、たくさんの準備が待たれてるんですよ ね, そ, すね、はい、それで私どもは、今度9月の14、15に、はい、今度はアウルスポットじゃないんですけど、こういったようなものを大井町キュリアンというところでいたします。もしもよかったら見に来てください、はい。